陽光の秘密。代々教皇がアテナに代わり、星の動きを見て大地の吉凶を占う場所、スターヒル。まさしくこの地上で最も天に近いその丘は、セイントでも入り込むことは不可能と言われている。その丘に駆け上らんとするあるものの姿があった。それは聖夜の師匠であるシルバーセイント、イーグルのマリンだった。なぜかつては全ての人々から崇められ慕われた教皇が邪悪の化身となったのか、ここに来れば何かわかると思ったんだが。これは教皇の死体。死後何年も経っているということは、今の教皇はやはり。なんだこのコスモは。見たな、生きては返さぬ。ゴールドセイント、なんてまがまがしいコスモだい。みたいなタイプは好きじゃないね。生きてここから帰れると思わぬことだ。ラウンド1ファイト。確かに誰もいなかった。一体どこから出てきたんだ。死ぬ気だろう。そのお捨て死ぬ気だろう。おかしな手応えだね。本当にここに存在しているのか。しぶとい女だ。なんてことないね。イーグルトーン。ちょっとまずいかも。せいや、なんてことんでもない奴らを相手にしてね。ラウンド2ファイト。なんてことない。やるじゃないか。こいつだよ。さすがにゴールドセイントの相手はきついね。こっちだよ。ここで負けるわけにはいかないんだよ。いかに試練のみこい。なぜければあなたの手でもっと互いに戦い。オーロラ。なんてことないね。なんてことないね。
けられない。レイヤーは頑張っているんだ。このマリンを諦めた。リーグルトラウィナー、覚えときな、表しの爪の恐ろしさをね。もっとやれるはずなんだけどね。危ないところだったね。それにしてもこれで全てがはっきりした。今の教皇は真っ赤な偽物。13年前に何者かがすり替わってアテナを殺害しようとしたんだ。その正体はおそらく。こうしちゃいられないよ。この命に代えてもセイヤのところへ行かないと。